国道422号カヌーしてね、ボートで遊んでるの。さあ、国道422行きたいと思います。大津市、滋賀県の大津市ですね。で、ここから最終的に307号線に当たるんで、307号まで行きたいと思います。宇治ら辺か、京都の宇治ら辺、国道422。ういこれ瀬田川です。最近 iPhone がね、めっちゃすぐ熱なんのよね。充電してたらすぐ熱なんのよ。もうやばいんかな、もう1年半も経ってないねんけど。1年半も経ってへんねんけどね。 Google マップとか使ってるって充電しながらとかやってるから、あれなんかな。瀬田川ぐるり散歩道やって、ここ左か。滋賀大学、知らんけど。ライジン餃子ってあるのか、前の工場直送。
まあ、なんかあのファミリーマーケット、ファミリーマート、F マーケット、スーパーと合体してんのかな。なんか色おかしい。一旦行ってのあれかもしれない。
走ったことあるな。右方向で。あ、間違ってるかもしれない、やっぱり。
寿司。
さっきを田辺に行きたいと思います。まもなく右方向です。ありがとうございます。国道122は右方向です。まあまあ、よし、
まだバイパス、バイパスなんてもうね、バイパスなんて横に峠道みたいなの、知らん間に国道307号、別に知らんまではない、知らんまではない、狭いところじゃん、これ。ああ、狭いところ。
1号線に出るまで結構あるんで、この辺で終わっていきたいと思います。国道307ありがとうございました。もう一丁言っとく。307でか。お疲れ様です。